ERZ レース2017富士スピードウェイラウンド第7戦。富士は正直僕はそんなに得意としてないサーキットで、富士は前からやっぱり得意なサーキットで、セクター3に関しては僕最初走った時どこ通ったらいいか分からないぐらい、いろんなまあライン取りができるというか、まあいかにセクター3を速く走れるかが、まあ一周のラップタイムにはつながるかなと思ってます。まあ、今シーズン前半ね、開幕勝つことができて、まあ、2戦分も上位でゴールすることができて、いろいろあって残念なレースもあったんですけれども、まあ、トータル今ポイントランキングいるっていうことはすごい嬉しいことだし、このまま好調を維持していきたいなと思ってます。そうですね、今のところは、まあ、シリーズ2位なので、でもまだ優勝してなくて、まあ、チャンピオン狙う上では優勝しないとダメなので、そこをやっぱり狙っていきたいですね。そうですね、前半は、思ったよりうまくいかなくて、まあポイントはね、なんとか取ってはいるものの、大量ポイントは本当前回の2位ぐらいしかないもので、やっぱここはきっちり表彰台を抑えていかないとそれ以上にはいけない。みんな前の方っていうのはすごいメンバーが揃ってるこのレースですから、だからまあそこを崩すにはね、やっぱ表彰台でを続けていかないといけないなっていうのはあるんですけど、なかなかね、そんな簡単なレースじゃないもんね。そうですね、岡山からですね、ダンロップさん新しいタイヤ作ってくれて、こう予選の、まあレースでもちょこちょこ戦える位置には、行き始めてて、ここから後半戦に向けては気温とかローンとか、まあ、コンディション的に、まあ、僕らが有利になってくるのかなっていうふうに思いますし、でなので、まあ、やっぱりしっかりと取れるポイントを取れるところではしっかり取っていきたいなっていうふうには思います。86 BRZ レース2017富士スピードウェイラウンド第7戦1日目予選。予選前に行われた戦友走行にてトップタイムをマークしたダンロップの服部直樹。とりあえず昨日と同じタイムが出て、今のところ一番だったんですけど、まあなんとかそれはね、自分としてはあれなんですけど、それよりも今びっくりしてるのが、うちのおにぎり太郎が初レースで今の走行2番手、自分よりも東郷が2番手に今いることが嬉しいです。今大会から 86BRZ レースに参戦するおにぎり太郎こと菅波東郷、いきなり戦友走行で服部に次ぐ2番手のタイムをマークした。で今年は OTG、モータースポーツ様の方から、FIF4 という、GT と開閉祭レースの F4 に参戦させていただいてるんですけど、いつ頃ですかね、これ、まあ、決まる2ヶ月ぐらい前に、OTG の横山社長と、ご一緒させていただいた時に、勉強っていう意味でちょっと出てみるかっていうお話をいただきまして、それが参戦のきっかけです。まあ、本当にチーム自体が多分86すごい歴史が長いというか、積み上げてきたものが多分すごく大きくて、僕は途中から参加させていただいている身で、本当に最高の環境マシン含め全てデータとかある中で、こうやって乗らせていただいたのがやっぱり一番大きくて、でまあその中でも服部さんというすごいもう尊敬してもしきれないような方に、直々にレクチャーしていただいたりなど、まあ、本当に周りの方々のおかげですね。今予選、天候は曇り、路面はドライ、各車両コースインしていく。今大会初参戦となるが、戦友走行では2番手タイムをマークしていた F4 ドライバーの菅波東郷、21歳のアタック。
スタートしてとりあえず1コーナーバッチリ決まって、でもう感触がすごく良かってセクタータイム良かったんで、いけるだろうってそういう調子良かったんですけど、ちょっと行き過ぎて思いっきりミスしてしまいまして、 A コーナーでスピンして、でアタックラップ、それでもう潰してしまって、これにより菅波東郷決勝最後尾グリッドからのスタートとなった。岡山からニュースペックタイヤを導入したダンロップ吉田弘樹のアタック、でブレーキングからターンインして、この立ち上がりでちょっとこうリアが流れてしまい、アクセルを抜いちゃったんで、そこがちょっとまあ唯一自分の中ではミスかなと思ってます。A コーナー練習まであんまりうまくいってなかったんですけど、この週は自分が結構納得できるっていうか、イメージしてた通り A コーナー 100R 走れましたね。 100R もあんまり外に絡まないように意識してて、で、まあ、そのイメージ通りのラインが取れました。ちょっとクリップつくのはまあ浅いかなぐらいだったんですけど、まあ、そんなに影響があるようなミスではなかったと思います。で、まあ、一応ここから先のセクターさんがすごい自分が今回このレース行く意識してたところで、服部さんといつもセクター3で置いてかれちゃって離されてたんで、今回は特にここを早く走ることを意識してました。でこのまあ試験員の後の次の13コーナーの立ち上がりでちょっと自分が絡みすぎちゃったかなっていう、この遠赤に乗った後こうずるってこうリアが出たので、ちょっと自分はこれはもしかして4つ出たんじゃないかな感がちょっとあって、すごい不安になったんですけど、まあとりあえず予選の間はもう本当集中してこのプリウスと最終の立ち上がりコースアウトしないことだけを考えて走りましたね。でよくお仕置きとか言って、最終コーナー2速落とした時にリミッター当てちゃって立ち上がりで回転上がらないっていうのがあったんですけど、まあこの週僕は普通にうまくいってたんで、まあ唯一1コーナーの立ち上がりとがちょっとタイムロスしたかなっていうのと、まあ、あとは13コーナーが4脱してないことを祈るばかりな予選でした。タイムは2分5秒027でトップタイムをマーク。チームメートでありマナ弟子である吉田のタイムを見届け、予選アタックへと向かう服部直樹。その服部の前でコースインしていく平中克幸。グッドイヤーレーシング平中克幸のアタック。この平中の後ろを服部直樹ピタリとつけてのアタック。果たして服部と平中両者のタイムは。服部直樹2分5秒234で2位、次いで平中克幸2分5秒270で3位、両者とも吉田弘樹に及ばず。最終コーナーで、あ、そうなん。いや最終コーナー2速でいくから、2速に落とした時に回転がバンって上がって、リミッターが入って2番手。まだ分かんない、まだ吉田のことだから4脱してるどうせ4脱でしょあんな速いタイム出るわけないもん。トップの吉田、もう1個行きます、最後行きます。どういう
こと？あ、いやいやいや、そろそろいい時間かなと思ってた。厳しいんじゃないですか。いいタイム出たのかな。タイムは出てるんだけど、もっといい、まあ、もういっといた、なんか意味深、いやいやいや、頑張って、まあタイム出して帰ってきて、まあ、自分でもびっくりするようなタイムだったんですけど、まあ、本当に気になってたのは13コーナーの立ち上がりを、まあ、4脱してないか、そこが、気になってて、で一応チームの方と、まあ、ダンロップの方とちょっと話をしてて、自分では大丈夫だと思うっていう話をしてたところに、まあ、自分のちょっとあの仲いいオフィシャルさんがいたんですけど、あのもうアタックしないのっていうふうに聞かれて、で、まあ、自分的には、まあ、その4脱だけが不安だったんですけど、まあ、もういいかなとは思ったんですよ。そしたらまあそういうふうにオフィシャルさんから言われるから、完全にこれは俺4脱したなと思って、で、まあ、あの残り5分でもう一回、アタックしに行きました。シリーズランキング2位につけている近藤翼のアタック、近藤翼のタイムは2分5秒306で4番手。まあ自分的にはうまく決まったんですけど、やっぱり早いですね、ダンロップ。結局4輪脱輪しておらず、ポールポジションを獲得した吉田博樹、2番手に服部直樹、3番手平中克幸となった。すごい、まあ、平中さんあのグッドイヤーなんですけど、この前の十勝から2連勝してますし、で服部さんも十勝で表彰台に乗ってたりで、3人でそのタイヤ開発とか、ね、してる中で本当に、まあ、あの強敵だなっていうふうには思うんですけど、まあ、ある意味住友勢というかダンロップグッドイヤー勢としては、まあ、そこを上位占めれたのは素直に嬉しいなと思います。まあ、吉田選手は、まあ、置いといてまああの近藤翼選手、まあ、翼はもう富士速いですし、でなおかつレースもうまいので、まあ、その辺はちょっと嫌だなっていうふうには思いますね。まあ、ポイントのシリーズポイント的にも、まあ、かなり近いところにいて、まあ、向こうの方があの前ですし、まあ、そういうところでは絶対に近藤選手の、ね、前ではフィニッシュしたいなっていうふうには。そうですね、まあ、4位から、まあ、ちょっと、まあ、タイヤメーカー違う3台がいますけど、まあ、本当に最初序盤にやっぱり仕掛けていくか、ちょっと後半仕掛けるかちょっと悩みますけど、まあ、ちょっと展開見ながら様子見ながら、まあ、結構吉田さん次第かもしれないですね。まあ、自分としてはそれなりのことはできたんじゃないかな。ちょっと 2,3 箇所あの振り返ればミスはしてるんですけど、まあよしかなと。それよりも吉田が今回ね、あのこういうフラットっていうあのタイムは、早いです。正直あそこまでじゃあ全てまとめていけたかなっていうのもあるもんで、まあワンツーはある意味指定対決みたいなことになっちゃってますけど、まああのお互いクリーンないいレースをしたいと思ってます。クラブマンシリーズは過去最大の96台のエントリーとなった。ポールは神谷、2番手小野田、96台の頂点に立つのはどのドライバーだ。さあ神谷かそれとも小野田か、イン側を狙っていくか、イン側に小野田、小野田グイグイ入ってきた。神谷はクロス行きたいけれども取れない。ワンジャンダリでコースアウトをして戻ってきたドライバーがいましたが、トップを取ったのは小野田です。後ろピタッとつけてホームストレート帰ってくる。神谷も狙ってる、第二集団のトップに上がってます。はい、あのプロフェッショナルシリーズの解説には土屋さんが来てくださるというのは本当なんですか？本当ですね。4番手争いもまたちょっとつな、小野田アウトからかぶせていくか。 DCR のツッコミ、神谷が前でのチェッカーのフラッグを受けていきます。2番手小野田高俊、そして3番手には初表彰台の松井。まあ、ちょっといろいろとあったんですけど、なんとかあの勝ててよかったです。86BRZ レース2017富士スピードウェイラウンド第7戦決勝。
最終コーナーがだいぶ仕掛けるオーバーテイクのポイントになるかなとは思ってます。まあそうですね、セクサンである程度弱らしといてストレートで抜くみたいな。いやもうね、全部なんですよ多分。あの平中さん、服部さん、すぐ後ろにいる2人が本当どこも多分油断できないなと思うんですけど、やっぱセクターさんでしっかり走れば、まあ、1コーナーから その余裕のマージンがちょっとずつ作れるので、まあ、ポイントはセクターさんを速く走れるか、まあ、そこだけにちょっと集中して走りたいなと思います。天候は晴れ、路面はドライ、86 BRZ レース富士スピードウェイ決勝がいよいよ始まる。レッドテント、ブラックアウトスタート。吉田ひろき、スタートを切っていったぞ。互角のスタートだ。まあ一応普通に自分は失敗しなかったんですけど、まあ万が一のことがあるといけないんで、まあ一応イン側だけ入られないようなところを、まず最初にね、はい。でも今まで1位ポールからスタートしたことなかったんで、どのくらいでブレーキ踏んだら止まるのか全く想像できなくて今までもっと後続にいるんで、こう前を見ながらのブレーキングだったんですけど、誰もいないと行き過ぎそうで怖かったです。さあオープニングラップ、タイヤがまだ温まりきっていない状態で、しかしながらその温まりの良さを生かして、ダンロップ勢とグッドイヤー勢、アドバンティアヘアピンへと入っていくが、後ろからは4番手近藤もピタッとつけている。現在13コーナーからレクサスあたりもサイドバイサイドのまま各ドライバー抜けてくる。パナソニックでも3番手4番手入れ替わるか。近藤翼インサイドにマシンを振った。トップ2がこれで頭一つ抜けるかという局面で、さあそして佐々木正弘がスロー。あら、ランキングトップ、黄色いマシン。ピットに戻ってくる佐々木正弘。そして今佐々木正弘リタイアという情報が入ってきた。壊れてる、なんか壊れた、エンジン、多分エンジン壊れた。これで今シーズンノーポイントになるのは3回目ということになりますから、もう崖っぷち状態になってしまいました。で今これ3番手が平中勝、いや今入れ替わってます、はい、TGR トップ2入っていく。服部前に出ることはできない。吉田が守ってます。コカ・コーラに向かっているトップ2。服部がインナーに振って、もう一度アウトサイドにマシン。精神戦になってきましたかね。セクターさんが本当、服部さんが速くて、もうセクターさんってどこでもさせるじゃないですか、要は無理やり入ろうと思えば。それだけがもう僕は心配してやってたんで、本当ラインがもう自分の走りたいとこ走れなかったですね。トップ吉田がなんとか服部を抑えてといったような感じですが、もうこれはもうプレッシャーかかりまくりじゃないでしょうか。これ服部さんが今早く行けみたいな合図を送ってくれてて、僕ミラーで見てて分かりましたって感じなんですけど、逆に服部さんがいるから集中できないですみたいな感じでした服部さんが近すぎて自分の走りができないですみたいな。バックミラーで見えたの。見てたんです。行け行けって、早く行けって。さあレクサスコーナーです。完全についたレールトゥーノーズ。うわー、吉田若干アウトサイド。お、戻りだ。4打数とこだろ。コース外まで行きましたが、なんとか戻ってきて、パナソニックは逆にイン側から立ち上がってきた。ブレーキはどうなの。同じチームだ、同じもんついてるの。いや、それはブレーキ違うんですよ。はい、パッドは違くて、服部さんはエンドレス使われてて、僕制動屋さん使ってるんで。そうですね、吉田選手にとっては、まあ、本当にこう男になれるかどうかというね、師匠の、目の前で、まあ、そういうレースだと思うんで、ね、吉田やったなと。見てるからに、それでエンドは割とちょっとマージンがありそうなので、はい、ミスさえしなければ、心が折れなければ、必ず。心が折れなくて、たけしさんの実況が、でもたけしさん、まあ去年もお世話になってるんで、多分自分のどういう、こう、なんていうんですか、自分がどういうドライバーかとかもある程度分かってる上で、まあ、雅彦さんもそうなんですけど、たけしさんもそういうところで実況してくれてるんで、多分そのまんまっすね、大体実況が合ってる感じです。実況の通りな、真理で戦ってます。逆に言うと、見透かされてる。見透かされてますね。
ってことは服部さんに見透かされてないわけないですからね。もうそういうことやね。僕2005年からあのお世話になってるんで。もう12年なの。はい、ね、服部さんがチーム直樹って作った1期生なんですよ。でもその時からずっと育ててもらってるんで、それはもう僕の全てを知ってると思います。だって俺も吉田と最初に会ったのはあれだもんね、 FTRS の、 あのオーディションというかスクールで、ね、はい、受けに来 たのが最初で、その受けに行った年ももう服部さんのチームで FJ してる時に受けに行ってるので、もうだってフォーミュラートータレーシングスーツでなんかダンロップのレーシングスーツ着てそうですね、でヘルメット服部さんからいただいて、直樹のヘルメットをかぶってなった、はい、服部さんのすごいのが来たなと思ったんだけどね、はい、そしたら意外に走りがちょっと見かけ倒しな。いやでも何でもあの見た目から入るの大事じゃないですか。それ大事だよね。大事ですよね。大事大事。当時 FTRS のその車、井口と一緒に1台をシェアして乗ってたんで、その時も井口が初めて会ったんですけど、井口もそうやって言ってましたね。言ってた。とんでもないやつが超かっこいいって、ね、ダンロップのワークスーツの服部さんのヘルメットだからって、ね、はい。さあダンロップコーナーです。さあいよいよセクター3に入ってきました。そして服部テールトゥーノーズ。服部の方がかなり縁石をまたぎながら立ち上がってきました。吉田が若干アウト側にマシン触れる。服部インナーにマシンを滑り込ませる。13コーナー服部アウトサイドまで吉田が振られる。しかし次のコーナー吉田がインナーで踏ん張る。おお止まれ。残ってます残ってます。レクサスでも吉田がインナーは服部はアウトサイド。吉田が前に出ていくか。パナソニックパナソニックで服部後ろから近藤がついてくるかどうかだが、服部はインナーから立ち上がっていく。吉田2番手近藤後ろにビタッとついた。ゴールストレート、まだねストレートエンド吉田選手伸びますからね、まあ、チャンスありますよ。さあいずれにしましてもダンロップにとっては初優勝がかかっているわけなんですが、それだけにここで最後の1周近藤に持っていかれるわけにはいかない。どうだサイドバイサイドだ。前に若干服部、服部が前に出てきている。2番手に吉田、3番手に近藤です。でもこの逆に服部さんの後ろにつくとやっぱラインも含め、まあなんかそのちょっとこう押し付けて自分の走りがとまでは言わないんですけど、やっぱ前にいるか後ろにいるかでだいぶ自分がやっぱこうメンタルの差があるなっていうのは思いましたね。吉田は追いつけない。吉田はしかしラインはインサイドに取ってるけど、どうだパナソニック。お近藤入った。あ近藤が入った。近藤入った。吉田のインサイド。吉田アウトサイド大きく振られてコースアウト。戻ってきましたが2番手には出られない。カーナンバー60番服部の人。そして2番手わかんないよ。ダンロップが今トップチェッカー。そして2番手は吉田。86BRZ レース2017富士スピードウェイラウンド第7戦を制したのは OTG ダンロップ86服部直樹。2年前の2015年にグッドイヤーに初優勝をもたらし、今回ダンロップにも初優勝をもたらした服部直樹。2位はマラ弟子の OTG TN 滋賀86吉田博樹。3位近藤翼となった。いや最後は、ね、吉田さん抜きたかったですけど、でもやっぱりダンロップ2人早かったんで、僕も考えながら走って、まあ、タイヤ持たせるように走ったんですけど、やっぱり最後全然届かなくて、うちのメーカー本当にいい組を作ってくれました。感謝します。これで一応 GY も初優勝をやらせてもらってダンロップもこれで初優勝、優勝受け負い人ということで、次韓国のタイヤ、そこから切る、ダメそこなし、はい、ああ苦しかったです。長かったです。まあそのポイントとなる、スタートは、まあ、普通に、決めれて1コーナーも抑えれたんで、まあ第一関門はクリアかなと思ってたんですけど、まあ中盤ぐらいからだんだんそのタイヤが垂れてきた時に自分の走りができなくなって、でやっぱすごいそのミラーに映る服部さんを意識し始め、で例えばそのコースの、ライン取りも
アウト側によると服部さんにインに入られそうだからアウトにも寄れないし、その結果ターンインも中途半端、立ち上がりもちゃんと走りたいとこ走れない、まあ、そんなんが続いてたんで、どん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 翼も追いついてきちゃって、抜かれた時は、まあ、服部さんが多分ずっとタイヤも痛りながら走りつつ狙ってたんで、まあしょうがないって言ったら変ですけど、まあ、僕はまだ至らなかった部分がああいうところだなっていうのがすごく実感して、います。まあ、FJ から、まあ、面倒見てたっつったね。それで今もう GT 乗って、もう昔から言うとかなり成長したと思います。そこは本当認めてあげます。ただやっぱあのレースの内容は速さじゃない部分であいつは、落としたと思うので、その辺のやっぱここハートをいかに強くするか、まあ、まだまだ試練はあるぞということで、ただ本当速くなったというかね、いいドライバーになってきたのを認めてあげます。